マギ、桜が咲いてるね。綺麗ですね。着物の方いらっしゃいますね。いいですね。じゃあここはちょっと歩道を走らせていただいて、桜と着物って似合うね。よく合います。日本に生まれてよかった。日本人でよかった先生。そうですね。あ、お好み焼き屋さんです。お、なんかお好み焼きらしからぬ、そう、おしゃれでしょ、面構え。大ソムリエさんがされてる、シュシュさんです、はい、お好み焼きシュシュさんです、はい、ちょっと重たいの部屋の、はい、お店というか病院なんですけど、かご屋、とても人気でいつも予約満員のスポーツ専門って書いてますね、はいはいはい、あのじゃあスポーツ系がっつり体を動かしてる人たちにとっても体をケアするみたいな、なんかこのゴリゴリガリガリっていう感じよりソフトにあのポンポンを治す治療をされてるお店ですね。はい、はい、そしてこちらが左側には、はい、来ましたね、アートさん。あ、前来ましたね。いろいろあれちゃいます、はい、技術の鍛錬を休みの日もされてるんでしょうね。されてるんでしょうね。そしてコフレアコーヒーさん。あ、コフレアコーヒーさん、あのコーヒー豆のあれ今日お休みですかね。あ、定休日、今日は残念ながら定休日です。でも、美味しいコーヒー飲みたかったらぜひともコフレアコーヒーさんで。なんかこう新1年生らしき子が出ましたね。いいな、俺も6歳に戻りたいな。今の経験と技術と知識を持って6年生に戻りたいな。お、幼稚園、鳴尾北幼稚園、幼稚園も今日入学式だったんかな。車の車幅も広いからゆったり走ってる感じしますね。昔は国道だった、旧国道っていう名前。そっかそっか。のっぺいさんね。はい。お寿司、お寿司、もう僕は子供の時から大好きな。夜だけしか営業してないで、今はちょっとお昼はお休みしてるんですけど。いらっしゃい。こんにちは。高知焼きさん、こんにちは。大丈夫です。こんにちは。また食べに来ます。晩食べに来ます。はい、お願いします。はい、あざす、どうも。ちょうどそのお迎えにも今度新しく加わった。サンタの尻尾さん。サンタの尻尾。何屋さんこれ。ハワイ料理。そうです、ファンタジーなんですけど、ハワイの料理をしてるみたいな、ハワイアン料理店、はい、なんかそのテラス席もなんか好調ですね。これからの季節ですよね。これからの季節いいですよね、はい、いいですね。はい、じゃあ次行きましょう、はい、どんどん進んでいきます。先生、もう甲子園欅散歩道半分ぐらい来ました。ちょうど半分ぐらいですね。あ、ちょうどこの辺で半分ぐらい、はい、はい、本当にいろいろお店ありますね。そうですね。食べ物屋さんは本当にいっぱいあります、うん、グルメ天国やね。
歩道が広くなりましたね。そしたら川流れてる。あ、本当、はい、それ今でもですか。みたいです。はい、こんにちは。はい、来ました、ベルンさん。はい、ベルンさんといえば焼きドーナツ、はい、美味しいケーキもいっぱいあります、はいはいはい、ベルンさんです。2階はカフェにあるんで、うん、朝はモーニング、昼はランチ、はい、はい、ここはカフェ、うん、そうですね、ケーキもここの食べれます。なんでここのケーキ買います？ちゃんと。もちろんもちろん、あの誕生日のケーキとかって皆さんここで買われる方が多いかなと。はい、ベルンさんのバースデーケーキはもう絶品ですね。はい、絶品です。今日はなんか入学のケーキ。お誕生日おめでとうケーキだけではなくて、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた先に進みましょう。ここ右に入ったところにも結構欅の木たくさんあるんですよ。うん、はい、北口市場の横ね、ここに曲がっていくと、まだ最近サポリでたくさんのお店が、そうですね、お、なんですか、ここはインド料理、インド料理のお店ですか。あのね、こうインド料理ってこう無性に食べたくなる時ありますよ。ね、ちょっとこのスパイスが、ね、なんか無性に食べたくて。めちゃめちゃ、ほんで量が多いんで、学生の子でもお腹いっぱいになるぐらい。ナンもインド料理大好き。大好き。ナン美味しいです。あの私はチーズナンが大好きですけど。またカロリー高い。カロリー高い。そう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 、美味しいですよ。ぜひともまた、はい、インド料理が食べたい時にはこちらに、はい、来てください。そして横は。春夏秋冬さん、前取材来ましたよね、うん、あ、お惣菜屋さんね、お弁当、インド料理店の隣にはお弁当屋さん、春夏秋冬さん、はい、惣菜、お弁当のお店です。はい、こちらのマスターも面白かったですね。面白かったですよね。なんかすごく素敵な、ほらほらほら、また来ます。また来ます。待ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。ありがとう。みんななんかいいね、こう顔見たら出てきてくれて、何してんのみたいな。はい、ウェーブさん。おっと、ウェーブさんね。ここは男性用、バーバーって書いてあるから理髪店。そう、基本ね、じゃあこう男子パリッと男前にしてくれる。女性もね、なんかすごいやっぱり顔剃りすると、うん、すごい肌ツヤが良くなるみたいで。女性も行くことってあるんですか。そうなんですよ、すっごいね、あのリクライニングするベッドがあって、この間爆睡しちゃいました。すごい意識失って何されたか分からへんぐらいで。はい、お願いします。え、なになに、坂本ですがっていう漫画が、はい、あ、ちょっと映ってないかなと思って。はい、アニメかな、漫画、ね、はい、漫画とそれがアニメ化された。はい、ここら辺の地域を、そうなんですよ、この ここのお店とかそこのお店とかみんな、出てきます。アニメの中そのまま、はい、だからこの地域を題材にしてるアニメなんで、うん、はい、甲子園欅散歩道の
登場しますよ、はい、坂本ですが、はい、アニメーション、はい、そうです、人気アニメ、人気アニメ、あの見てみてください、まず後でちょっとアップで撮りたいですね、はい、あの餃子の王将さん、僕はね、日本一のチャイニーズレストランはもう王将や持ってますからね、素晴らしい、僕プレミアムカード持ってます、あ、そうなんですね、はい、そんなあるんですね、はい、ぜひぜひお昼は王将さんにがっつり食べてくださいね、がっつり、もう学生たちも喜び、はい、そうです、そうです、大体王将餃子4人前ついたのもね、行けますよね、行きますよね、食べましょう、はい、じゃあ行きます、あ、今日閉まってる田島屋さん、肉の田島屋さん、ここのコロッケは全品です、今日は定休日です、こちらもお肉もね、知ってますよ、はい、ここのコロッケ美味しいの知ってます、はい、ポテサラコロッケに牛すじコロッケ、串カツも美味しいですね、僕牛すじコロッケ好きです、はい、はい、はい、丸坂さん、はい、おー、丸坂さん、藤原選手ね、ちょっとこう不要になったものとかね、そうですね、に持ってって、はい、ちょっと現金に変えてくれて嬉しいね、そう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 、はい、ね、いっぱいちゃんとしたお店ですよ、はい、藤原先生はお世話になって、ああ本当、はい、その会計のことなら藤原税理士事務所に、はい、そうですね、で左の前に見えるのが浜新浜ヶ崎信用金庫さん、その前に、はい、体の不調があるときにもぜひ一度ご相談ください、はい、浜崎信用金庫さん、はい、浜新さん、はい、いつもお世話になってます、浜新さんいつもお世話になってます、はい、欅の交流会はいつもこちらをお伝えしております、なるほどなるほど、はい、はい、ここは甲子園客さんと道でいうとだいぶ東の、もう左の端っこ、ホールはそこに見えて、はい、見えてます、見えてきましたよ、あちらの方、先ほどの天心さん越えて、はい、大きな交差点を渡ったところへん、はい、はい、そうです、そうです、そうです、はい、に、港さんと速度さん、はい、わかりました、はい、その隣がセブンイレブン、セブンイレブンさんです、横にはセブンイレブン、はい、便利だもんね、はい、もういつも車に2時間お世話になってます、
はい、あの今閉まってますけど、お好み焼き屋さんのハノカ、花の花とか言ってハノカさん、はい、今日は定休日かな、うん、あの、うん、あ、今日休みとかあるのかな、うん、なるほど、なるほど、で、ここが前も取材に行ったタマヤさん、そうですね、あの天ぷらの、天ぷら出てくるタマヤさん、そうそうそう、釘にも美味しかったですよね、やってるのかな、ちょうどやってる、何曜日か決まってたよね、やってると思いますけどね、テーブルは火曜日、火曜日、はい、今日やってる、今日は月曜日、はい、月曜日、はい、やってます、天ぷらではないかな、はい、はい、じゃあ行きましょう、で前のこちらが自転車工房、はい、自転車工房さん、はい、はい、僕の自転車も、この自転車工房で買いました、はい、修理、修理は修理ももちろん、はい、自転車のご購入並びに自転車のメンテナンス修理は自転車工房さん、いいね、こう自転車のお店のお兄ちゃんとかおっちゃんがさささっとパンク直したりチェーン外れてシュッて直してくるのかっこいいですね、ね、憧れますね、なんかこれまたすごいおしゃれな、そうじゃないですか、自転車もお求めやすい価格で販売しております、はい、よかったらご利用ください、はい、はい、春の風が気持ちいいね、気持ちいいですね、はい、あ、喫茶店ですね、ここはあれでしょ、マギー、あのモーニングが、あ、そうか、モーニングだね、そう、シラフもらったね、ドライカレー、好き、ドリンク付き、ドリンク付きだと680円、そう、すごい安いね、モーニング400円ですよね、サンドイッチは400円、サンドイッチが入っついたセットのモーニングが400円、400円、いいね、素晴らしいね、全部来ない、はい、こちらの朝日新聞さん、うん、そうですね、はい、新聞頼むなら朝日新聞、はい、朝日新聞、あの小学生新聞とかそういうのもやってるんで、お子さん向けのものとかっていう、なんかいろんなね、そう新聞から学ぶこと、そうですね、知り得ることいっぱいありますからね、はい、ぜひとも朝日新聞をご購読ください、以前取材させていただきました、はい、弁当新旧さんですが、はい、この辺り、はい、再開園さんですね、お菓子の再開園さんはすぐその隣です、はい、ここはね、かりんとまんじゅうが超有名、めちゃうまです、それでこの2階にね、うん、あのマンションの一室に女性グループ奈々さんの代表されてるエステがあります、何何、お菓子屋さん、再開園さんのすぐ横に、はい、階段がある、階段、あ、確かにあるね、はい、この階段を上がると左手の一室に女性グループ奈々さんの隠れ家サロンがあります、なんと年に何回かいろんなイベントされてます、女性が一般の方入れるんですよね、はい、女性にしか分からない、はい、分からない、あの癒しの空間ちょっと楽しいところが、はい、男子禁制、はい、男子禁制です、そしてそしてうどん道楽さんです、あ、うどんのだしの匂いがしますね、お腹空いてきた、ね、お持ち帰り、うどんの、はい、あのうどん美味しいのは当たり前なんですけど、うん、うどんめっちゃ美味しい、うどん道楽さんです、はい、甲子園欅散歩道、はい、東の橋に来てます、そうですね、そして反対は
方神社。はい、ガラポン抽選会でお世話になります。またこの岡田神社のゆかりとかもね、はい、富士さんにいろいろお話聞きたいですね。こうね、街の中にやっぱ神社とかお寺があるといいね。ね、落ち着きますよね。落ち着きますね。ここは何屋さん？はい、なんかカフェもできてますね。トータルビューティー、はい、トータルビューティー、花さん、デリカフェ花さん、カフェとしても、みたいですね。増設、ほら、奥でトータルビューティー花も営業中ですやから、美容院プラスカフェ、いいですね。すごいですね、楽しみ。女性、嬉しいね。嬉しいね。男子こういうのあんまり回ってこないもんね。そうっすね。男子だってカフェしたいんですよ。ねえ先生。ねえ、でもお客さん来るかな。はい、あ、渡辺しかさんです。健康の歯から、すべての健康は歯から、はい、しっかりした歯と歯茎で美味しいものをがっつり食べて、はい、体の健康を維持してください。はい、そのためには歯のメンテナンス、はい、先生ちゃんと歯のメンテナンスしてます？はい、頑張ります。はい、頑張ります、はい、僕も頑張ります。はい、私はちゃんとしてます。はい、いよ最後ラストですね。はい、ゴールですね。はい、ゴール地点の？ここもあそこに、そうそう、このハリオンさんが一番東の端ですね。はい、前お邪魔しましたね。はい、石焼きカレーのカレーキッチン、はい、カリオンさん、はい、この黄色の屋根が目印、はい、目印ですね。はい、このカリオンさんまでが五市駅焼きさんと、また店までなんですけど、まあ、お店はここでおしまいですね。この先はあれ、まあ、向こう側です。はい、なるほど。ここまで約2キロ、2キロ、はい、自転車で走ると約10分ぐらいですかね。サーッと走っても10分かからないから、そんなに、はい、かからない。でもなんかいろんな美味しいお店あり、いっぱいあったでしょ。エステあり、鍼灸院あり、マッサージあり、はい、もうなんかもうこれ全部楽しもうと思ったら何日もかからないですね。そうですね、もう住まないとダメだ。まあこんな商店街が甲子園駅からすぐ近くにあるんで、はい、なかなか皆さん知ってない人も多いんじゃないですか。そうですね、あの甲子園に来られた方はこっちに降りられる方も少ないので、うん、みんなあの東口で降りてもそのままあの南に降りて甲子園球場に、ね、行かれる方が多いので、たまにはこっちもぜひ。そうですね、はい、見どころ、遊びどころ、食べどころ満載ですね。そうですね。でここまっすぐ行くと、はい、向こう側駅なんですよ、阪神。なるほど。じゃあ甲子園駅と阪神の向こう側駅、その間が鳴尾駅、3つ駅があるんですけど、はい、その間が大体全部欅散歩道。たくさんの人に甲子園欅散歩道遊びに来てほしいですね。はい、でら、せっこんでるから大丈夫。はい、ちょっと思せました。はい、すみません。じゃあ、まず最後に一言。はい、ぜひぜひ皆さん、甲子園だけじゃなく一歩足を伸ばして甲子園欅散歩道、遊びに来てください。はい、そして先生の一言。はい、遊びに来て気に入ったらよかったらこの町に住んでください。はい、そして塾に来てくれることを楽しみにしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。